そうだ、そういえばさ、超ビッグニュース、ビッグニュースがある。そう、ビッグニュース。何ね、あの、マジ引っ越しをマジですることになりまして、いいとこないかなぐらいの気持ちで探してたんだけど、ちょうどいい感じのとこが見つかっちゃいまして、それでね、引っ越しをすることになりまして、おなまん解散。いや、まあね、でも言うておなまんだからってしょっちゅう集まったわけでもないしな多分集まる頻度はそんな変わんない気がするんだよね。おなまんだからといってコラボをたくさんしていたかというとそんなこともないし、まあでも、じゃあ今回なんで引っ越そうかと思ったのは、あの、やっぱ防音ね。マジさ、たまに救急車の音とかあるじゃん、入るじゃん。それで引っ越しをするんだけど、でさ、やっぱね、防音をかなり今回ね、しっかりしてもらう感じだから、多分ね、ASMRとかできるんじゃないかと思われるんですよ。なんか今まではさ、このさ、配信してる部屋が普通の部屋だからさ、広い、空間が広すぎて反響とかもかなりしちゃうし、エアコンの音とかもかなり拾うんだけど、まあ、エアコンの音は拾うかもしんないけど、でもね、かなり今よりも全然いい配信環境になる気がする。マジね、そこはね、ちょっと楽しみなんだよね。もう防音室レベルの防音環境を作るつもり。やっぱね、この今のお家はね、本当に外の音めっちゃ入ってくるのがね、まあ、そこぐらいしか逆に言えば欠点はないんだけど、もうそれが大きな難点でもあったからな。間取りどんな感じ教えるわけないだろそんな個人情報教えるわけないだろ。だからさ、引っ越しをする兼ね合いで、多分ね、ちょっとバタバタなんだけど、どっかでね、ちょっとまあ数日配信がお休みになったりとかすると思う。数日で済むの？え、まあ一応ね、そのなんていうの、家賃は被らせて、できるだけ配信に影響のないように引っ越しをするつもりだから、まあ数日で済むであろうとお名前卒業式あんのかな。いや、ないだろう。最後にオフコラボする。あ、それはありだな。ラミー卒業式開いてもらおうかな。マリンがヘラちゃん、ヘラらないっしょマリンも近くに引っ越していきそう結局お名前みたいな卒業だし手紙もらう。いや、別にいらんなラミーちゃん卒業というワードを不穏に感じる。いや、確かにサムネとかでちょっとえってなる人多そうだよね。ラミーお名前卒業会って書いたところで、しません、しません、雪原ラミー卒業しません。